こんにちは。ですね、今日は今もまたちょっとペンタックスから 645Z を借りてて、まあ、せっかくね借りたからポートレート撮影に来ました。前回借りた時は 645Z だけで撮ったんですけど、今回せっかくなので3フォーマットで、APS-C でフルサイズで中盤、K3K1645Z で撮ってみました。 645Z で、こっちが K1 で、もう一個 K3 3つがあります。で、まあ、こんな、ここ熊本の某所でございますが、まあ多分ね某所って言っても、まあ、調べればすぐ出ちゃうんですけど、こんな特徴的なとこなんで、こういうところで前回も 645Z のポートレートの動画出した時に撮らせていただいた七田さん、このね奥の白い七田さんで、あと一緒に木の葉さんを、そうですそうです、3人で、ワイワイしながらで、今日はねちょっとでっかいストロボ、このアンブレラも持ってきたんで、これでパシャパシャ撮ってます。はい、そんな感じの、まあこういうところでございます。まあちょっとねこの後撮った写真は貼りたいと思います。そういう感じで、まあ、ちょっとしたビデオブログ的な感じでした。この動画の概要欄に、お二人のSNS はなんだ、名前が出てこない、そうインスタグラム、そうインスタグラムの、URL、 この葉さんインスタグラム見られて大丈夫ですか？はい、なのでお二人のインスタグラムの URL 貼っとくので、もしよかったら、見てみてください。二人ともペンタックスユーザーです。今日は3人で5台のペンタックスがあります。では